ハローめぐっぺです。今日も寒いですが皆さんお元気でしょうか。さて今日ですが、この間海外のお友達と話していてちょっと話題になった言葉を紹介したいと思います。その言葉が何かというと、日本語で言う多分です。多分と聞くとおそらくメイビーをすぐ思い出すと思うんですが、実は英語で多分というと確信度によって言葉が違うってご存知ですか。では確認していきましょう。詳細はこちらです。はい、4段階ありますね。まず一番上、 possibly、 possibly、 これは確率としては 10% から 30% ぐらいで一番低いものになっています。その次が perhaps、 perhaps、 こちらは possibly よりは少し確率が上がるんですが、それでも 30% から 40% ぐらいで、その次が maybe、 maybe、 皆さんもよく使うと思うんですが、こちらで確率がだいたい 50% ぐらいの多分になっています。最後、一番確率が高いものとしては 80% から 90% のprobably、 probably です。何か質問して probably と言われた場合は、だいたいその確率が高いんだなというふうに理解できます。では例文で試してみましょう。 Are you coming to my birthday party tonight? Are you coming to my birthday party tonight? 今夜の私の誕生日パーティー来る?と聞かれた場合、 Of course I am! であれば、もちろん行くよってことになるんですが、もしもこの4つの多分で答えた場合どうなるか。まず1つ目、 probably と答えた場合はほぼほぼ行くことが確定しているという意味になります。その次、 maybe であれば、いやーちょっとまだよくわかんないなというニュアンスになります。その次、 perhaps であれば、いやーまあ多分行かないと思うんだけど、ひょっとするとどっかで気が変わるかもっていう時は perhaps で、まあ多分行かないなっていう時は possibly、 possibly です。とこのように答える多分で相手の捉え方も変わってくるので、答える時はちょっと気をつけて使ってください。では今日の復習です。英語の多分には日本語と違って単語が4つあります。それぞれ確信度が違うので、しっかり違いを覚えて使うようにしましょう。では1つ目、possibly、10% から 30%。2つ目、perhaps、30% から 40%。3つ目、maybe、50%。4つ目、probably、80% から 90%。なお、使う人によって多少ニュアンスが違う場合もあるので気をつけてくださいね。というわけで、今日は英語と日本語の多分の違いについて紹介しました。ぜひ違いについて感じながら、普段の会話でも使ってみてくださいね。めぐっぺでした。またねー。